はい。えー、それでは始めていきたいと思います。えー、皆さん、えー、こんにちは。えー、これより2024年、新全日評価講座、全体構造編の第1回目、前半の講義を始めてまいります。えー、担当は、私、レックス編任講師、根本昌二と申します。一1年間、よろしくお願いします。えー、まず、この全体構造編、一体どんなことをやるのか、というのを軽く説明したいと思います。えー、ちょっと画面の方を見ていただけるでしょうか。えー、こちらの方が、新全日評価講座の、 年間のカリキュラムになっております。で、この、今回行るのは、一番上の冒頭の部分、この、全体構造編という部分になります。この科目の一番初めにあるということで、まあ、名前から見ても、まあ、全ての科目の大まかなところを説明するだろうなと、というイメージだと思います。大雑把に言うと、それで間違いはございません。テキストの方、ちょっとあるでしょうかね。 このテキストの方、ちょっとパラパラめくってもらって、ちょっと目次がないんですが、2枚目をめくっていただけるでしょうか。目次というのがあります。はい。え、こちらの方、ブレイクスルー全体構造編目次と書いてありまして、第3編、試験科目の基礎。この試験、全部で11科目あります。で、この11科目の基礎を学んでいきます。で、ちょっと丸をつけてもらっていいでしょうか。 第3章、第三編、1章、2章、1、2、7、8、1、2、7、8に丸つけてもらっていいでしょうか。えー、11科目の基本をすべて説明すると、多分、最後の方を忘れちゃいます。で、なおかつね、あの、実はこの試験、一番重要な科目っていうのが、1章の民法なんです。で、この民法の基本を、 この7回で説明しようと思います。で、実は、じゃあ民法だけでいいじゃないかと、って思うんですが、この民法って科目を理解するには、他の科目の知識もいるんですよ。全体構造編が終わると、次は民法になります。で、この民法の理解を助けるための民法の基本と、それ以外の科目の基本、これを勉強していこうと思います。 これが全体構造編7回だと思ってください。では、実際のち持ち物について先に説明しておきましょう。え持ち物については、まず、皆さん今持っている、とブレイクスルー、全体構造をブレークスルーテキスト、こちらを毎回持参の方をお願いいたします。で、それと、あの、次回からで構わないので、6方の用意をお願いしたいんです。 今持ってる、えー、とテキストの方、ちょっとパラパラめくってってほしいんですが、25ページというのを開けてもらっていいでしょうか。25。こちら25ページには図表と書いてあって、6法の種類と書いてあります。でこれが、まあ、受験生の方が多く使っている6法が載っております。 署名、出版社名とあって、その横、不動産等規則、商業等規則、教託規則とあります。で、これっていうのが、司法書士専門の法律なんですよ。あの、司法書士以外は、まず使わない法律なんです。だから、あの、通常で売ってる六法には、載ってないんです。で、次に、横に判例ってあります。 これは裁判所の見解を示している部分です。登記宣令。これは法務省、法務局の見解の部分と思ってください。法務省の見解と思ってください。で、あの、これ、六法によっては、載っているものと載っていないものがあります。 で、どれについて乗っていて、どれが乗ってないかというのをまとめたものが、ここに載っている図だと思ってください。で、まあ、ちなみにじゃあ、どれがいいですかと、って言われるところなんですが、あの、究極的に言うと、どれでもいいです。あのね、この後、よしあしがあるんですよ。あの、例えば多分皆さん考えるのが、あの、全部が乗っているタイプ。全部が大体乗っているタイプの、 あのこの6番とか5番とか6番とかをね多分皆さん想像すると思うんですよねちょっとよろしいでしょうか5番6番ね6本これこれ結構分厚いです値段がね大体6000円ちょっとで逆にあの多分番号で言うとね2番とかになると2000円ちょっとなんですよ 二千円ちょっとで大きさが多分これのね三分の一もないぐらい。で、だいぶ六法によってね大きさも違うんですよね。で、その上で言うと、あのもうどれでも構いません。というか、あの今自分が思っているものは、あの六法自体はあの今無理に買わなくていいです。あのスマホでいいです。あのスマホで民法、 民法だけがすぐ出せるようにしてほしいんです。あの、ネットで民法って条文、検索すると民法の条文が出ているサイトが出てきます。また、アプリなどでも、アプリなどでも、あの、あの条文集っていうのはいっ,ぱい,いっぱいあります。あの手のもので構いません。で、どうしても紙媒体がいいという方。であれば、あの、図書館等に行ってね、あの、六法で民法だけ、民法だけコピーする。で、それでも十分薄くなります。 こんなの毎回持ち歩きたいですかあ、でもっと言うね。あのね、これ買うじゃないですか。で、買って、受験の時に使うのどれぐらいかっていうと、10分の1も使わない。で、6000円。でね、実はこれ、六法って受験用じゃなくて、やっぱり実務用なので、あの、試験で使わない法律が結構持ってるんですよ。だから、ちょっともったいない部分が多いんです。そしてね、あの、じゃ 6法なくて勉強できるかっていうと、これだい、できます、これ。あの、必要な条文とかはテキストと載ってるんですよ。で、また、簡単に検索できればいいので、ちょっとパッと見てね、見られれば構いません。はい。で、なおかつ、あのね、受験生っていうのは、まあ、条文ね、引くは引くんだけど、最終的に6法をしっかり使って学習する方と、6法はあんまり使わない方に分かれるんです。で、大体の方はこっちのところんなんですよ。 で、もしこっちの方になったら、その時いいのを買いません。あの、初めから使うかどうかわかんないもので、いいものを買って、もう無駄にする。というよりは、初めの方は、もう安いもの、もしくはね、コピー等にしといて、しっかり使うとなった時に買っていただく。で、十分だと思うんです。で、その前ちょっとご紹介したいものがありまして、実は、あの、レック自体も6本を出しております。で、この6本というのが、 司法書士試験で使う法律だけ、無駄なものは一切ない、司法書士試験で使うものだけを集めたものを、えー、こちら出しております。なんで、もし学習等を使ってしていて、もう六本中心に勉強するぞと、ってなったら、こういったものをお買い求めになるといいんじゃないかと思うんです。えー、ちなみに、あの、この書籍、2024年版が3月の半ばに発刊されます。ちょっと今の時点では2023年版しかないので、ちょっと今お買い求めになるのはやめてください。 っことで、えっと、テキストと民法が見れる状態にしてください。次回から。テキストと民法が見れる状態にしてください。スマホでもいいですし、コピーでも構いません。はい、ありがとうございます。 では、この後テキストの方、中身の方に入っていこうと思いますが、あの、テキストの本体自体は15ページから、十五ページからが、まあ本体の講義だと思ってください。15ページまでは、まあその試験的なノウハウとか、まあ本当に前振りと思って軽く聞き流しててください。じゃあテキストをパラパラめくっていきまして、まずは3ページの方をお願いします。 え、こちら、司法書士の業務内容と載っています。で、こちら、えっと、司法書士、どんな仕事をしているのか。まあ、資格勉強を始めようと皆さん、多分ね、どんな仕事をしているかというのは、まあ、ざっくりは調べたと思うんです。で、もうちょっと膨らませてい,くくいこうと思います。え、第一節、登記業務と書いてあります。そこの冒頭の方を見てください。不動産あるところに登記ありと書いてあります。 この登記業務というのは、不動産の名義変更業務、名義変更業務と思ってください。所有者が変わった時の名前を変える、名義を変える業務。これが、この登記業務と思ってください。で、あの、不動産の名義ってどういう時変わるかって言ったら、まあ、不動産を売り買いした時、 っていうのは、名義は変わります。また、あの、まあ、父親が持ってる不動産が、父親は死にまして、まあ、子供に降りてきたと。子供に変わったと。って言った場合も、名義変更って、生じてきます。ちなみにあの、売り買いとか、そう、まあ、相続って、どこで起こるでしょう、まああ、でも、先にじゃ売り買いにしましょうか。あの、不動産の売り買いって、都心部と田舎どっちが多いでしょうか まあ、多分都市部の方が多いと思うんですよね。じゃあ、相続ってどうでしょう都心と田舎、田舎の方が死にづらいでしょうかいや、健康的なものでなくて。いや、あの、田舎でも普通に死にますよね。つまり、仕事的に名義変更の業務って、都心だけでなく、普通に地方でもあるんですね。ちょっとこれ、画面の方を見てもらっていいでしょうか ちょっと前のデータになります。これは全国1756市町村における弁護士と司法書士、所在状況というものです。これなんですが、弁護士さんっていうのはどうしても紛争もしくは財産的な価値が多くあるところであるように集中し、全体の33.4%の市町村に在籍してます。一方、 司法書士は、この当時で77%、ント本当に日本全国で仕事があります。ちなみに、あのー、今、売り買いって話と相続って話をしたんですけどね。で、この相続っていうのは、登記しないといけないのかっていうと、実は、ちょっと前までは、 しなくてよかったんです。これが、法改正でする義務が生じます。しかも、やらないと、金取られます。しかも、今からじゃなくて、昔から遡ってです。ということで、あの、知り合いの仕事の先生に聞いたら、あの、相談されてる先生なんですね。あの、仕事相談ってことを積極にやられてる先生ですけど、もう予約で結構埋まってると。 もう、で、いつからこのお金取られてたんですかと。どうやればできるんですかと。自分一人できますかと。どうやって戸籍出せるんですかとか。もう、その先生、言葉はね、ちょっと控えましたか、もう言わんとするのがわかります。バブルが来ると。もう、今までほっといている相続の名義変更、これが一気に法改正で必要になるだろうと。って言われてるんです。 ということで、まあ、これがメイン業務である、登記の業務と思ってください。じゃあ、このページは4ページ、5ページと見開きにしてください。第2節訴訟業務と。いわゆる弁護士さんみたいに、 法廷で訴訟活動をする業務。法廷で訴訟活動をする業務。これが訴訟業務。弁護士さんみたいな弁護活動をする業務です。で、こちらの方、上の方に青文字がついてるの。ちょっとそこは注目してほしいんです。上から2行目。2つほど丸つけてやってください。まずは、民事事件ってところです。民事事件。えっと、裁判所が扱う事件には、 民事、刑事、そして少年事件等があります。で、司法書士が今できることは、これは民事事件。お金の貸し借りだとか、土地の所有権を争うとか、そういった民事事件だけは対象です。あともう一個丸をつけてください。その前のところに、簡易裁判所って字がないでしょうか。簡易裁判所。 で、これは、訴額が、訴額訴訟の金額が140万以下。140万以下だけが対象になってます。まあ、これを大きいと見ると、小さいと見るかですけど、例えば、あの、個人個人でお金貸すときに、うん、俺この前さ、田中に金貸したんだよ。いくら ?3000 万。あんまないと思うんですよ、3000万って。いくら貸したと、いや、30万貸したんだけど、帰ってこないんだよ、とか。多分、140万以下の方が、一般的なトラブルの対象なんですね。 で、多分、多分思うと思うんです。でも、そんなこと言っても弁護士さんには勝てないんですよとか。ちょっとまたこれ、画面の方見てもらっていいでしょうか。あの、こちら、何かっていうと、あの、当事者がね、あの、訴える方が、まあ、代理人をつけましたと。書士つけました弁護士つけましたと。ってことのパーセンテージなんです。すると、 もう遜色なく同じぐらいいらっしゃるんですね。はい、で、やっぱり大きいのが、ここの部分のね、あの人,に人に言うとやっぱり大きいのがね、これ、先ほど、あの弁護士さんはすべての市町村にあまりいないと言ったじゃないですか、その地方のところで弁護士さんはいない、でもそういえばこの前、名義変更してもらった先生がいるなと、で相談してみようと。 っていうケースがやっぱり多いんですね。ありがとうございます。じゃあ、今度は右のページ、また見てください。5ページの方です。青年貢献業務。ちょっとも青文字の方だけ見てください。 財産管理契約って字がないでしょうか。財産管理契約。で、まず、誤解内容をお願いします。これ、高齢者等のサポートの話なんですが、これは、介護ではありません。介護という方向ではありません。財産の管理、財産の壁になってあげる。財産管理の壁になってあげる。まあ、もともとこのあった、もう、この、 制度を作る、ほたんたんたん事件をちょっと説明しますとね、あのー、まあ、地方の、まあ、老夫婦が住んでいる不動産にね、あるちょっと悪徳リフォーム業者が行くんですよ。ピンポーン。あ、はい。あリフォームのやってますが、あ全然うちでその大丈夫です。もうこっちはご老体の方ですね。あでもちょっと長崎県転、転勤無料しますよ。あ、そうなんですかじゃあありがとうございます。あじゃあ行きますね。ちょっと天井裏見ますけど、何もないなシロアリえ 出てきましたよ、白割りが嘘でしょう軒下もおやいしますかわかりました。軒下普通だなきっとか。折れてます。嘘でしょう工場寝やすいですか任せてください。と言って、多額のね、契約金を積んだリフォーム契約をしたんです。後で分かったんですが、このご夫婦の方、多少認知症、 なっていたんですよ。あまりも金額が高額のため、お二人は払い切れず、自殺してしまいました。世の中やっぱりいらっしゃるんです。こういった方を食い物にする方がいらっしゃるんです。司法書士は、こういった方々の壁になるんです。私通さないと契約させないよと。 勝手にこっちには契約させないよ。もしくは勝手に契約したとしてもキャンセルするんですね。そういった認知症の方々などの財産を守る、認知症の方々の財産を守る業務。これが青年貢献業務というものです。特にこの一番下のね、青文字をまた見てください。 判断能力が不十分な方に対し、その財産を守ることをはじめとした様々な業務を行っていますと。で、時践の流れでしょう。この業務の、え、こちらすごい増えています。あの、もともとはね、あの、なんだろう、不動産業務が中心で、この業務は、まあ、その、なんだろう、橋の方の業務だろうと、で言ったんですが、もう私の知ってる方で、多分14、15人ぐらいね、もうこの業務をメインにしてる人がいます。 じゃあ、ちょっとページの方は6ページ以降お願いできるでしょうか。はい。で、次は第4節その他と書いてあります。タイトルだけで結構です。カッコ1、遺言相続に関する業務。カッコ2、企業法務。カッコ3、障害業務と。まあ、いろんな業務が今増えてきています。 あの、まあ、内容は別に、まあ、ざっくりのイメージぐらいで構いません。まあ、ただ言いたいのが、増えてきたなって思うんです。あの、もう何年前だろう。二十何年前かな。自分がこの使用書士の勉強を始めよと思って、第1回目のせ講義のね、もう大先生の言った言葉は、あの、使用書士は当期の業務だけです。以上です。じゃあ次行きましょうと。って言っていたんですよ。もうそれが本当にどん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 広がってきています。で、実は、 今後もまだ広がりを、えー、広がるの可能性がいくつもあります。それだけ司法書士っていうのは社会から期待されてます。残念ながらその反面、法務省の要求も高くなってるんです。これが右のページの話になります。司法書士試験というところです。 第一節、試験の特性とあります。こちら、1234567行、読んでみてください。 この青文字のところ、またいいでしょうか。あのー、例えば、あの、他の試験ってね、あの、受かりました、研修を積む、実務能力、え、実務経験を何年か積む、やっと登録ができる。っていうのが一般的な資格試験なんです受かる、研修する、実務経験を積む、登録する。この試験って、受かったら、すぐ登録できるんです。 受かったらすぐ登録ができる。つまり、受かったらすぐ仕事ができるんです。ってことは、どんな方を受からせるかと。っていうと、仕事ができる方です。受かったらすぐ仕事ができるので、仕事できる方を受からせます。そのため、試験では、仕事内容が強く強く出てくるんです。あの、例えば、税理士の試験ってね、税務申告って試験では出ません。 受かったら税務申告別に勉強するんですよ。この試験っていうのは、仕事内容をそのまま出していくんです。でね、あの一番下の方に、独立開業が容易であるって言葉がなかったでしょうかあのー、まあ業界用語なんですけどね、速読って言うんです。あのね、速読、早く読む方じゃなくて、速読の読は独立の読。で、速あの、速って、すぐって意味ね。すぐ独立すると。 でね、肌感覚で言うと、例年ね、1割弱は、速読してます、今。受かって経験積んでから独立って方ももちろんね、それは大半、大半なんですけどね。あの、試験の勉強でもう仕事内容をやってるので、もうすぐ独立しちゃうと。いう方はね、やっぱ一定数いる、いるんですよ。で、仕事でね、じゃどうするのって言ったら、大体この、受験勉強使ったテキストを使ってやるんですね。 ってことで、これね、仕事内容が結構強く出てきます。ちょっとそこまた細かくいきましょう。9ページの方お願いします。9年、ね、9年、ね。右のページの方ね。えっと、使用書試験、スケジュールと、載っております。4月5月、願書配布、出願、受験資格、年齢、性別、学歴等、 だ、え、関係なく、誰でも受験できます。大卒等、そういうものは全く要求されていません。出願期間、5月中旬から下旬。そして、7月、筆記試験とあります。ちょっとこの筆記試験、丸つけてやってください。筆記試験のところ。実は、試験自体は、2つあるんです。ちょっとまた画面の方いいでしょうか。 試験について二つあって、ここに筆記試験っていうのがあって、で、もう一個。右下に工事試験ってんでしょうか。で、この試験っていうのは、二回チャンスがあるではなく、筆記試験をパスすると、工事試験が受けられると。で、この二つをパスすると、最終合格です。 試験的には形式2回あります。形式2回あります。で、どんなものかっていうと、筆記試験っていうのは、まあ名前の通り、まあペーパー試験です。で、工事試験っていうのが、この工事試験っていうのは、面接型の試験です。このね、あの、面接型っていうのも、受験生1対試験官2。 受験生一体、試験官二でやる試験です。こんな感じです。まあ見ててください。お願いします。はい。じゃあ行きましょうか。えー、所有権移転登権で出問書類を言ってください。あ、はい。えっと、しょえー、っと、売買契約書の投記証明情報、登記識別情報、えっと、住民票、んうんうん、うん、あ、なんか押さないかね。押さない <laughs> 印鑑証明書。はい。ええー、そうですね。 では、その印鑑証明はいつ作った必要がありますかいつでもいいんじゃないですかうーん、ちょっと違うんだな。いつ頃だと思う ?1? もうちょっと長いんだよね。3! そうですね。はい。あ、私あの、2対1って言いましたよね。あの、私が受験したときね、隣、寝てました。 これね、ここ、バッテンしちゃっていいです。ここ、落としません。これね、休まない限り落としません。休まない限り落としません。で、しかも、あのね、仮に休んだ等で落ちた場合は、翌年は、工実試験からでいい。翌年は、工実試験からでいいっていうふうになっているんです。 なので、これね、試験的には、形式は2回だけど、実質は7月の一発勝負です。形式は2回。7と112回あるけど、実質は7月の一発勝負です。じゃあ、この7月の一発の試験。 こっちとここを少し細かく見ていこうと思います。7月筆記試験ってところを見てください。午前の部、9時半から11時半。その下、試験形式、択一式マークシートってあります。この択一式っていうのは、これね、五択。五択というんです。五択。 まあ、二択とか三択って言うじゃないですか。二択って言ったら、こっちこっちどっちですかと。五択っていうのは、五個から一つ選ぶと。五個から一つ選ぶで五択です。午前は五択の試験が出てきます。その下、科目問題数、憲法、民法、商法、刑法、合計35問、105点満点。もしよかったら言うといて、一問三点配点んです。一問三点配点です。 35×3 なので、100ではない、ちょっといびつな数字になります。35×3 ね。はい。で、今度横。今度は午後の部、13時から16時、試験形式、択一式マークシートと記述式というのがあります。ちょっとそのまましていきます。試験問題、科目、択一式、 不動産投機法、商業投機法、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法、教託法、司法書士法、合計35問、105点満点。やはり1問3点です。1問3点の105点満点になってます。で、もう一個、そこの下に、均通式。不動産投機法、使用式。商業投機法、書式とあります。で、これ、できれば入れてください。この書式というのは、 論文ではないってこと。論文ではないってこと。これ実際何かっていうと、これはね、仕事で作る書類。うん、もうちょいわ。法務局、法務局に出す書類作成試験。法務局に出す書類作成試験。 あの、使用趣旨になったら、登記書と呼ばれる法務局。法務局に、すいません、名義変更お願いしますって言って書類を作って出しに行きます。で、これが、司法書士の業務のメインです。で、さっき言った通り、受かったら仕事ができるんでね。だから、仕事内容を出すんです。受かったら法務局に出すんだけど、あなた書類作れるのと。あなたこの書類作れるのってのを聞いてくるんです。 これが不動産登記書式、商業登記書式というやつです。論文ではないってことね。お仕事できますか試験と思ってもいい。お仕事できますか試験と思ってもいいです。はい。よろしいでしょうかね。ちょっと細かいところもあるんですが、先にちょっと 皆さん書き込んでもらおうかな、この横で構いませんので。このあたりでいいです。あ、すみません、間違えた。一日で全科目、一日で全科目と。 あのー、この試験全部で11科目あるんですが、あの、試験書によってはね、今日は、この法律とこの法律とこの法律だけでいいと。っていう試験書ってあるんですよ。でも、この少子試験の場合、1日で全部やらされるんです。1日で11科目を一番高い状態で持っていかなきゃいけないんです。この試験のやらしいところの一つ目です、これが。1日で全科目。ある日に全部を高めていかないと。 それが嫌なところです。はい。じゃあちょっとね、このね、別のページの方に行きたいんですが、ちょっと行く前にすいません。ちょっと足してもらっていいですかこの試験、全部で何点入ってなってます ?280 十で出たでしょうか ?280。で、分野で言うと、全部で分野が3つに分けられます。 色をつけますか皆さん見るだけで構いません。分野としては3つあって、午前の部の択一式試験。午後の部の択一式記述式。全部でこの3つの分野が分かれます。午前択一、午後択一、記述式。左側のページの方をお願いできるでしょうか左側のページの図表を見てください。 はい。こちらの方に、試験科目と配点っていうのがあるのを見つかるでしょうかこちらの方、左から見ると、午前の択一、午後の択一、期日と分かれてます。で、どの法律が何問出るかが分かれてるんですが、やけに問題数にばらつきがあるのに気づくでしょうかこれね、 仕事との関連なんですよ。あの、一番多いのは、民法ってやつで20ですよね。あの、逆に言うと少ないやつで1問ってありませんかね。仕事で多く使うかどうかなんです。民法を使わない日はまずないです。司法主導の仕事でやってて、民法を使わない日はまずないです。絶対前に使います。一方、憲法を使う日なんて全く、 あの、憲法を直接使うようなことっていうのは、ま、まず、まずないです。<laughs> ってことで、あの、仕事とのリンクがあるため、こういうふうに、多く出るものと、少なくなるものが出ちゃうんですね。ってことで、またちょっと下のあたりに書いていただけるでしょうか。あ、すみません。ポイント。 メリハリが必要なんです。あのー、司法試験とかだと、司法試験とかだとね、憲法、民法、刑法は同じ分量だけ出ます。だから、同じ分量を勉強しなきゃいけないんです。ですが、この司法書試験で、 憲法、民法、刑法を同じ分量、同じ時間をかけちゃいけないというのはわかると思います。なので、出る科目はしっかり勉強し、そうじゃないものは本当にポイントで逃げる。ポイントを押さえて逃げる。この割り切りがいるんです。ちなみにね、この割り切りってなかなか難しいんです。特にね、 刑法って科目は勉強するとわかるんですが、すごく楽しいんです。で、楽しいから、どんどんハマっちゃうんですよ。で、ハマっちゃうけど、3問しか出ないと。ってなったら、あんまりやっちゃいけないんですよね。 じゃあ、今度はまた今度ページの方は、10ページの方に行きましょう。また、表の方を見てください。合否判定。どうやって合格者等を出しているのと。たときに、またこちらの方、えー、っと、また一旦画面見てもらっていいでしょうか。この試験、3つに分かれていると言いました。 卓一式午前の部、卓一式午後の部、あと、均一、えー、式。この三つがあると言いました。で、あの、卓一式っていうのが、これがマークシート。で、均一式っていうのが実際に手で書くんですよ。で、もっと言うとね、均一式っていうのは手で書いて、司法書士の先生が採点してるんです。 実際、それが仕事へ通るのかどうか、使用者のセンスが採点してるんです。一方、卓一式識ってマークシートって言いましてね、機械の読み込みでいけるんです。なんとなく想像ついたと思います。まずはじめに機械の方で割り振っちゃいます。振り切っちゃいます。で、い,い答案だけ、均一式識の採点を受けられるんです。こちらの方、丸一拓一式。識。 右、拓一、午後の豚って、基準点クリアーっていうのがあります。この基準点、分かりやすい言葉で言えば、足切り点、足切り点と思ってください。足切り点が毎年設定されていて、この足切り点を通った方が、次の丸の三均一式、この採点が受けられるようになります。 でね、大雑把にちょっと言っちゃうと、このね、この人数。ここの人数って、大雑把に言うと、例年、2000人ぐらいです。例年2000人ぐらいです。でね、ちょっともう少し言うね。じゃあ、どれぐらいで基準点なのっていうと、 こ,れがね、この今の伝わらなかったらごめんなさいね。偏差値って覚えてます。50が平均値。50が平均値。でね、あのね、難点っていうのは年によって違うんです。点数が年によって違うんです。でもね、あの、足切り点である偏差値が大体同じで、午前が大体偏差値58。 5は大体いい偏差値60。偏差値だからね。点数じゃなくて偏差値ね。で、実際、えっとね、えっと、令和4年の点数をちょっと書くと、令和4年は81点。 もう片方が75点81点75点でしたでもね大抵偏差値で言うと5860なんですで大抵5860で知っておいてほしいのがこの試験は受かりやすい年受かりにくい年はないです あの、試験書によってはね、もう何点って決めちゃうんです、点数を。何点って決まっていて、問題が優しかろうが難しかろうが、この点数取んないと落としますよって試験なんです。そういう試験って、ああ、今年は受かりやすいね。今年は受かりにくいねっていうのがあるんですよ。でも、この試験っていうのは、優しかろうが難しかろうが、午前は偏差値58、午後は偏差値60いけば、足切り超えるんです。解きやすいか解きにくいかはあるよ。 でも、受かりやすい、受かりにくいってはないんです。ということで、またポイントを一つ書き込まさせてください。苦手は許されません。3分野 苦手は許されません。あまり強調しなかったんですが、実はこの記述式というのにも、実は基準点が設定されています。この3つの分野、どれか1つでも極端に苦手意識を持っちゃうと、他がどんなに点数良くても落ちてしまうんです。 なので、苦手というのを作ることは絶対に許されません。よしで、またちょっと、数字で作るつけよあるね。ここ、均一式にも基準点があるって言いました。で、この基準点っていうのが、偏差値で言うと、例年50です。偏差値で50。だから、あの、先ほど2000人って言ったじゃないですか。書いたじゃないですか。だから、だいたい半分が通るんです、ここ。半分が。 えっとね、昨年の数字でいうと点数が35点でした。はいで、その下ね1、2、3の合計点の上位600名程度その下。 最終合格って書いてます。あの、多分ここまで聞くとね、午前択一の足切りクリア、午後択一足切りクリア、均一式足切りクリア、上がりと、って思いたくなるんですが、実はこの先で競争が待ってるんです。先ほど、あの、ほら、均一式を受けないのが2000人で、だいたい50点、偏差点、えっと、偏差値50が足切り点って言いましたから、約1000人程度が、 全部の足切りクリアするんです。約1000人程度が足切りクリアするんですが、最終合格が600人ちょっと。ここで競争が入るんです。例年で言うと、ここの数字。25点程度がプラスで要求されます。だいたい25点プラスして要求されます。プラスとしとこうか。プラス25。 はい。え、これがこの試験の、ま、試験制度と、あとどうやって合意判定をしているか。どんな感じで合意判定がされているかと。っていうことと、まあ、この試験の難しいポイントという点でした。難しいポイントとしては、ちょっとパラパラめくってください。3つほど書かせていただきました。多分9ページのあたりでは、1日で全科目だよ、と。8ページの方では、 8ページの方では、え、こちらの方、メリハリがいるよ、と。そして10ページの方では、苦手は絶対作れないぞ、と。あの、先ほどは1問しか出ないとかいうのあったじゃないですか。あのね、この試験、捨て問ありません。捨て問捨て科目ってないんです。はい。じゃあその上でね、今度は右のページ、11ページの方に行かせてください。 え、合格率。え、こちゃん、表があります。どんな表かっていうと、左から、出願者。どれぐらいの方が願書を出したか。横、受験者。何人受けたか。次、合格者。何人受かったか。そして横、合格率。出願者を分母とあります。14,988を分母にした場合。と、もう一個、受験者。 11925分母にした場合、その数字が載っております。それと、あの、合格率だけ、出願者の分母の合格率だけ見てもらうと、昔はね、2.8%を堅くなナに崩さないんですよ。もう、誤差はあっても、だいたい2.8%程度で、だって収めたのが、なんか、ある時から境になんか、増えてませんパーセンテージが。 一方ね減っているものがあるんですよ。一番左出願者者と受験者なんです、すはいでこれやっぱり思うのが毎年ね、一定程度の使用書士が欲しいんですよ。 だから、例えば、前の年のね、実は、前の年の、あの、合格率でかけてしまうと、合格者がね、600切っちゃうと、いうことになると、いきなり合格率をコンって上げるんですなん例えばね、皆さんが、これ、まあ、勉強しててね、あの、受験生の人数が落ちましたよって聞いたら、えじゃなくて、あこっちの方向です。あ、じゃあこれ、今年、合格率上がるかもしれないなと。むしろ、喜んでほしい状況、方向なんですね。 まあ、といっても、まあ、それでもね、あのー、合格率が、まあ、約4%パーっていうのは、まあ、これだけ聞いたらね、いや、すごい試験だと思うんですよ。だって、100人受けて、まあ、4人しか受かんないって。で、まあ、結論言っちゃうと、この合格率は、まあ、まやかしとは言いませんが、実数じゃない。実際の、 過酷さの数字を表した数字じゃないです。あの、もし、この例えば令和3年で言うとね、1万1925人の方がみんな本気で勉強していて、本気でね、もう昼夜問わず勉強していて、その中で613人しか受からないと。っていう試験だったら、もうこれは今すぐやめるべきです。こんな危ないしかないです。で、実際、 ちゃんと勉強できてる人はね、四五千人もいません。で、なんで四五千人しかいないというのかって言いますと、これね、一番大きいのが、模試。本試験前の予備校の模試なんです予備校を使ってようが使ってないが、絶対に本試験前の模試って、一回は受けるものなんですよ。 で、あの、レックでは、あの、一番人数を集めていて、だいたい約3000人。約3000人程度、まあ、2800だかなを集めてます。で、他社さんでも15、1500とか、1200、1500とか1200ぐらいなんです。なんで、まあ、全部多く、全部集めて、まあ、だいたい5500か600、0 5500か6000 600。多分、重複もいると思うんですけども、あえてやめましょう。 まともに準備できている人が6000人程度しかいないんです。で、その6000人から600人って考えれば、そこまでひどい数字じゃないんですよ。え、何それって思うかもしれませんが、ちょっと見てくれませんあの、出願者と受験者のところの比率。これ言っときますよ。あの、これ願書出すのって、お金払いますからね。あのね、お金払って14,988人、 文章は出すんです。でも、受験勉強が終わってなく、1万2千人しか受けないんですよ。この試験って、分量が多いため、受験の準備ができないまま受けている人が多いんです。まず、あ、実体験をちょっと言いますとね、あの、私も試験受けてるんですよ。もう毎年受けて受かってますからね。 先ってますよ受かってますよ受かってますよあの、受かってはいるんですが、あの、毎年あの、本試験の回答速報っていうのを出す関係から、これね、あの、毎年本試験受けてるんですよ。で、本試験受けてると、まあ、その、まあ、大学の行動とかってこう、こう、上から下にこう、落ちるタイプのやつが多くて、あの、見たかないんですけど、前の答案が見えんです。<laughs> いや、それじゃないだろういやいやいや、その問題なんでそれがかかんね、いや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 まともな答案に合わない。 で、あの、毎年受けますけど、あのね、3年に、三年に大体1回かなもう前の人がね、合個いなくなってるんです。<laughs> もう本当にね、受験準備ができてないっていう人が本当に多くいるんですよ。ですから、これからね、皆さん勉強するときに、この4%の試験を受けるんだと。っていう意識は、捨ててください。4%ってなんか上になるとなんかね、なんか、なんか、選ばれたものしか受からないみたい,みたいに見えちゃうんですよ。 もう逆に言うと、ちゃんと11科目をコツ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 やれた人が受かる試験です。選ばれた人っていうよりも、本当にコツコツやったかどうかで決まるんです。なんで4、4%の試験を受けるっていう気負いは全く捨ててください。受かった後はね、4%を通ったと、いうことを、言わないほうがいいな <laughs>。やめようか、やめよう <laughs>。 はい。といったところで、まあ、このあたりがね、司法書士の業務、また司法書士の試験制度という話になっていきます。では、だいたいこれぐらいで、まあ、前提を終わりにしまして、52ページのあたりから、52ページあたりから、まあ、実際の講義の方に入っていこうかと思います。あ、で、そうでした。あのー、この、えっ、ー、と、この講義なんですが、一応ね、えっ、ー、と、全部で3時間という設定になってます。 で、3時間の設定なんですが、1時間25分で、第9、時間十五分で一旦休憩を10分ほど取ります。で、その後10分休憩取った後、1時間25分。という形で、一つの講義を設定しています。ただ、ちょっとやっぱり、あの、ぴったり3時間でさすがに終わるってのはなかなか難しく、3時間2分とか、3時間5分とか、まあ、最大に3時間10分になることがあります。で、ただ3時間10分以上はいきません。で、10分超えると DVD D は超えてしまって、私は再収録というね、とんでもない目に遭ってしまうので、3時間10分を超えることは絶対ないです。 で最大それぐらいになってしまうということだけご勘弁ください。そして、よいしょ。ちょっと皆さんにお願い事があります。画面の方を見てやってください。よいしょ。えっと、この講義なんですが、えっと、食事については、ちょっとお控えの方をお願いいたします。えー、食事によっては、やっぱり匂い等で、周りの受験生に迷惑になってしまいます。なので、お食事の方は、ちょっと控えてください。 ただ、あの、飲料水等を飲むのはぜひやってください。飲料水等は全然飲んでください。次、携帯電話の使用の方ですが、三角としておきます。で、通話はちょっと勘弁してください。通話をすると、ちょっと録音、ね、音声が入,入ってしまいます。ただ、あの、いろんなところで、いろんな連絡が来ると。それはどうしたってあるはずなんです。だでね、メールの受信、LINE の受信等、音が鳴らない設定にしていただければ、それは全然構いません。 また、メール、LINE を見たときに、そこ何見てるんだってことは絶対言いません。なんで、そこはもう随意やってください。あともう一個、講義中の質問はちょっと避けてください。講義が終わった後、質問する時間等は設けます。で、講義中にちょっと手を挙げて、先生これわかりませんっていうのはちょっと勘弁してください。はい。っていうことで、15ページから入っていくんですが、ちょっとあの、1時間ぐらい軽になりましたので、ちょっと足を伸ばしたり、背を,手をまあ、背伸びをしたりとか、ちょっと毛伸びをしたりしましょうか。 1> 本当は1時間25分で大休憩なんですが大体1時間ずつ軽く軽く休憩をとってきますどうでしょうか皆さん、あの今、多分こう椅子に座って普通に靴とかも履いていると思うんですがあの本当にリラックスして受けていただきたいんで例えばのあの受講生の中では、ね、あの6時間ずっと靴を履きっぱなしのきついやと言ってあの靴を脱がれる方もいらっしゃいますしあと座るところ。 もうずっとこれだと痛くなるってことで、あの、座布団を持ってきたりだとか、あとなんか、あの、乾燥するってのがちょっと嫌で、あの、蛇腹式の加湿器みたいなものを目の前に置いて受ける方とか、いろいろな方がいらっしゃいます。あのー、生クラスの方、大体いい今いる人数の多くてこの倍ぐらいになるかなんないぐらいです。で、大体毎年教室同じです。ですので、結構ゆったりとした感じで受けられると思いますので、あの、ぜひ自分が受けやすいようなスタンスで、ね、受けてください。 よし。じゃあ、講義の方入っていきましょう。まずは、第一節。法とは何かというところになります。で、ここ自身は直接試験には出ません。ただ、あの、法律を勉強する上では、もう絶対しとかなきゃいけない大前提。法律を勉強する上では、絶対しとかなきゃいけない大前提だと思ってください。第一節。法とは何かと。目次。 その下、法とは何かと書いてあって図表があります。法の定義。国家権力による強制力を伴った社会規範。まあ、固く書いてます。社会規範。社会のルール。社会のルールと思ってください。で、ちょっと強調したいのがね、その前の7文字、8文字なんです。強制力を伴った だという点、強制力を伴ったという点です。もう一個下に表はないでしょうか。ちょっと画面の方に出しますと。よいしょ。この部分。社会規範の種類と書いてないでしょうか。 社会のルール。社会のルールには、法律だけなく、道徳、宗教、宗族といろんなものがあります。で、法律がこれらと違う点が一点あります。それが、皆さん自分のやつ見て、右側。違反した時の制裁なんです。 法のところは上と下矢印が繋がっています。道徳の方は下の方だけ繋がっています。人質上の制裁、社会的評価の下落、集団からの追放。一方、法は、今言った人質上の制裁だけでなく、上の方、国家の強制力、国家の強制力、無理やり従わせる、国家の強制力、無理やり従わせる力があります。これが、 法と道徳の大きな違いです。国家によって強制的につえ、従わせるかどうかが大きく違ってます。うん。例えばその道徳と一緒。あの、電車の中ではお年寄りに、まあ席を譲らなきゃいけないと。電車ではお年寄りに席を譲らなきゃいけないと。まあ、まあ一般常識だと思うんですよね。例えば、私が電車の中で前に老人が立っているのにズカッと座ってぐーっと寝ったらね、周りから見れば、 あの人何やってんのと前に老人がいるのにと。まあ、評価は下がります。ですがね、この時に警察がやってきて、ピピーッと、そこは何やってるなんでお前は席を譲るんだと、と言ってこう、どかすってことはないはずなんです。道徳っていうのは、違反した場合っていうのは、強制的に従わせるってことができないんですよ。その点、法律は違います。 これちょっとページは16ページを使ってそこを説明したいと思います。16ページの図表を見ていきましょう。でね、ちょっとね、先に言いますね。あのね、これめちゃくちゃ重要な図、めちゃくちゃ重要な図なんです。でね、あの軽きで、ね、軽く切って今からこれどういう内容かを説明する。で、説明した後皆さんがやるべき作業は何かっていうとね、この表を隠して、言えるようにしてほしいの。隠して。 で、これが言えるようになるには、ある程度ね、私がいろいろ説明しますが、軽く軽くでいい。軽く軽くでいいから、メモ等が残っている方が、絶対思い出しやすい。特に重要なところについては何度も何度も強調します。何かペン等があれば、ぜひペン等で、どんどんどん書き込んでいってください。はい。じゃあ行きましょう。え、強制力の一例。借りたお金を返さない場合、強制執行を受ける。 はい。見ていきますと。左側、債権者 X。右側、債務者 Y。丸1、1000万を貸した。1000万を貸したと。でね、この図表タイトルの方をちょっと画面の方に出しますが。借りたお金を返しなさい。 借りたお金を返しなさいというのは民法のルールであるんです。借りたお金は返さなきゃいけないというのは民法にルールが入ってあります。で、今回この Y さんが このルールがあるにもかかわらず、お金を返しませんでした。ルールがあるにもかかわらず、お金を返しませんでした。この場合、強制的に従わせるんです。じゃあどうやって強制的にやらせるかと。どういうふうにやるか見ていきましょう。よいしょ。じゃあまずは、場所わかんなかったら画面の方を見てください。X から下の方に〇、丸2丸3というところの図。 見つかるでしょうかはい。そこですが、丸に、訴え定規、確保、基礎ってありますよね。もう、名前の通りです。訴えを起こすんです。裁判沙汰にするんです。訴えを起こす。裁判沙汰にするんです。裁判所に申し立てて、お金を払うように言ってください。お金を払うように言ってください。 というふうに、まず、訴えっていうのを起こすんです。でね、ちょっとこちらの方、ここを無視しちゃって結構です。裁判所の横。受訴裁判所って字が入ってますけど、この受訴裁判所って字はね、削っちゃっていいです。今の時点でこの字を知らなくていいです。受訴裁判所って書いてあるところは削っちゃっていいです。現時点でここまで知る必要はありません。 単純に裁判所でいいからね。はい。で、裁判所の下、丸三審理、判決とあります。審理というのは、いろいろ調べること、いろいろ調べることと思ってください。あの、残念ながらね、お金を貸してもないのに訴える。 お金を貸してもないのに訴えるって方は、一定数います。X の話を鵜呑みにしません。X の話は鵜呑みにしません。え、本当に貸したの契約書あるので、本当に貸したのんで、見た人いる見た人。で、Y さん、本当に借りたの借りてないのえ、何なんか出せる何か書類でもあるいろいろ調べる。これが真理と思ってください。 で、横に、判決ってあります。これが結論です。判決。これが結論です。読んでみますと、Y は X に1000万支払い。Y は X に1000万支払い。この結論が判決というふうになるんですが、ある意味これって、命じてるってわかるでしょうか命じてる。命令。 こんな感じです。判決を言わ出す。Y。借りたでしょ、あんた払いなさい、一千万ま、あこんな風に命じるのが判決ってイメージなんです。命じる。結論だけどね、実は命じてます。こういうことをやりなさいと。でね、ここで、Y さん。この Y さんがね、あー やっぱ言われちゃったな払えって。もうしょうがねえなク X さん。なんだよ。払いに来たよ。もうだから言っただろ。お前。いいから払えよ。ごめんね。って言って払ってくれれば万々歳。やっぱ中にはね、払わない人もいるんですよ。いくら何言われよう俺は払わんと。ということで、もう一回 X から下。X から下のところ。こうなね この丸四の図を見てもらってください丸四の矢印のところ。丸四。で、また1個削っちゃってください。裁判所の横。執行裁判所って字はいいです。執行裁判所って字は今いらないです。でね、これね、裁判所が示したにもかかわらず払わなければ、 もう一回裁判所に行くんです。ね、もう一回裁判所に行ってん裁判所さん、どうしましたあの、この前の裁判で買ったものなんですけど、うん、で、払わないんですよ。おで、どうしたのあいつ、駅前に土地を一個持ってるんです。ほうほう。それ、競売かけてもらっていいですかわかりました。やっちゃいましょうか。お願いします。 横のところに、丸四丸五番、土地を強制、軽売倍と書いてないでしょうか。あの、おそらくこの、私今、軽売倍って言ったけど、一般的にはこれ、強倍って言うと思うんです。でも、法律では強倍っていう言い方はほとんどしません。軽売倍と言います。軽売。倍。 で、この強制競売って何とっていうと、大きく言うとこれ二つの字に分けられます。強制って字と、競売って字です。で、競売っていうのは、昔っぽく言うとオークションだけど、今っぽく言えば、今っぽくじゃないけどね、入札と思って、入札。欲しい人が入札する。欲しい人が入札をする。 欲しい人が入札をする。一応分かると思うんだけど一応ですね。あの、僕3000万、僕6000万で買う、僕なんて7000万で買うぞって言ったら誰が買えるかって言ったら7000万でいいよね。一番高値の人が買えるってやつね。一番高い、ね、数字出した人は買えるっていう入札ね。で、その前に、強制手仕があるでしょ。これは、無理やりってことなんです。 無理やり。うん、B だと思って聞いてください。あ、あなた誰ですかと。はい、出てきなさい。出てきて、どういうことですかと。はい、いいか出てきなさい。出てきて。はい、これは競馬になったんです。あなたは土地が出てきなさい。いや、うっと覚えない。売った覚えない。ああ、それどうでもいいのそれどうでもいいの。いや、とか、俺は行ってこないよ。やれ。ああ、なんでやるんだ、お前もうね。 この Y が、うん、よし、やります、やりません。関係なく、勝手に売っちゃいます。無理やりでも売ってしまう。無理やり入札にかけちゃう。無理やり入札にかけちゃう。これが強制競売っていうものです。はい。で、その後、Y 所有とありまして、一番下の6ってみてください。 Z が買い受けて、その売却代金の中から、X が1000万回収。吹き出しのところ、1500万の価値と書いてあります。おそらく1500万で売れたんでしょうか。1500万で売れて、売れた中の1000万を、X さん、X さんがもらっていくと。えちなみに、残った500万は、 Y さんの方に行きます。残った500万は Y さんの方に行きます。消費者の方に行きます。まあ、ただ、こういう人って、大体他からも金借りてるんで <laughs>、他からも金借りてるんで、大体そっちの方に回されます。まあ、ちょっとそれは置いときましょう。で、以上が、これ、強制力の一例になるんですが、ちょっとこれで、皆さんにさっき言ったことをお願いしましょう。まず、一旦、この流れを、この流れを頭から全部置き換えてください。今、頭から。 で、そうしましたらね、この今見ている図表を隠して流れを大雑把に言ってみてください。一言一句同じ必要はないです。一言一句同じ必要はないです。で、隠して頭の中で宣言しながら、わかんなかったら見ていいです。わかんなかったら見ていいです。そのわりわかんなかったら見たら、ちょっとその時に色つけて。 一言一個なじなきゃいないかね。のとかてにおははいいからね。 あ出てこないって思ったらその時にね色をつける。 でわかんなかったらその時に色をつける。学習のね初めの時って重要な部分に色をつけるって感覚があると思うんです。まあ、否定はしません。否定はしないんですけど結局頭に残れいいんですよ。いくら重要なことでも頭に残ってればいいんです。色をつける部分っていうのは頭に残ってないところに色をつけるだけなんです。 ちょっとちゃんとできたか聞いてみよう。見ないでね。行くよ。行くよ。強制競売と訴え提起どっちが先訴え提起が先だね。えー、じゃあもう一個。えっ、ー、と、判決と、競売申したでどっちが先判決が先だったね。俺、今言った話、2年目、3年目の方、普通に言えない人いるんです。 普通に <laughs>。これね、私これから、こういったふうに隠して宣言してほしいことを常識にしてくれっていうふうに言います。常識のマークを振ってくれって言います。常識のマークを振ってくれって言います。この試験っていうのは、後でも読みますが、知識量を多く持っている3年目、4年目、5年目の方、いっぱいいます。1年目の方っていうのは、その方と比べて、 絶対知識量では勝てないんです。知識の量では絶対に勝てないんです。でも、知識の精度では勝てます。この知識の精度を高めるには何がいるかっていうと、今言ったような暗記作業です。一回で受かる方っていうのは、何回もかかった受かった方と比べて、明らかに基本の出るスピードと基本の出る正確さが段違いです。 私は皆さんに一回で受かる勉強法を説明します。一回で受かるためには、基本事項を正確に出せること。これに尽きるんです。講義中、今日は二箇所かな。常識にしてくださいって言います。復習の時は、そこを隠して宣言する。それを隠して宣言する。 という作業をしてほしいんです。また、復習の仕方は最後にちゃんと言います。復習の仕方は最後にちゃんと言います。ただ、まずは言いたいのは、本当に小さい、少ない知識をどんだけ精度よく、しかもスピードを速く出せるかで決まるんだってこと。1回目の勉強の1回目で受かる受かり方と2回目、3回目の受かり方は全然違うんです。 一回目で受かる方法っていうのは少ない知識をどんだけ精度よく、スピードよく出せるかなんです。なんで、この常識にしてくれっていう作業は必ずやってください。まあね、これわーわー言うと嫌われるんで言います。あのね、自分は頭がね、回転がいいからこういうことはやりませんって方ね、なんやっぱりいらっしゃるんです。 でそういう方に限って、大体11月、12月になると泣き言を聞くんですよ。で逆に元々もともと自分は、ごめん、特定できないように言いますけどね、えーとまあ、高校も中退で勉強を始めましたと、で絶対いっぱいに送られたんですよ。って言って、自分が言った通りね、ちゃんと正確にやるんだよと言った時きに、ね、もうね、本当に一個,一個隠して宣言するってことをゃんとやってました。でその方、えー、2年目3年目の方方年年目目と ははっきりめのうちは戦いませんでしたでも、最後の最後、結局1回よかったんですね。なので、この隠して宣言するっていう作業がいかに大事かってこと、これからの講義でも散々言ってきます、今日は2箇所ありますので、そこは必ずできるようにしておいてください。はい、ありがとうございました。 ちなみにあの、自分のダメなとこなんですけど、熱、熱しすぎちゃって、テーマを忘れることです。一体これ今何のやったん,ん,んですか何やったんですけこれ。えっと、やってることは、えっと、道徳と法の違いで、えっと、道徳の法の違いで何なんだっけ えっと、え、警察が、えっと、えーっ,とえー、っと、バスで座ってても警察やってこない、あ、そうだ、あの、強制力があるかないか、強制力があるかないかってということで、道徳には強制力がなくて、あの、法律には強制力があるよと。で、法律には強制力があって、どういう強制的な話なのかなという話を、この図で見ていたんですが、これ、よいしょ。このルール、最後、強制的に従わせてたってわかるかな はじめ返せなかったでしょでも最後、無理やりだけどお金返してませんか無理やりだけどお金返してますよねはじめは返していない。でも最後、国家権力が無理っくり、ほらっとってやって、最後の最後は返せているんですよ。 このあたりが道徳と法律の違いだってことだね。<laughs> テーマを忘れてた、忘れてました。<laughs> よし。で、ちょっとごめんなさい。行ったり来たりで申し訳ないんですが、えっとね、一個前のページ。15ページの方、また戻ってみてもらいでしょうか。よし、と。でね、あの、今、私の方は、この社会規範っていうところ。 強制力を伴ったという点が道徳と違うよってことを言いました。強制力があるかないかというのは違うよって言いました。で、もう一個ちょっと強調したい点がんです。それが、誰が強制力を使うか、誰が 強制力を使うかって点なんですよ。これは国家権力なんです。女将なんですよ。うん、ちょっと読んでもらおうかな。えっ、ー、とね、16ページ、十六ページ。えっ、ー、と、下の方に、関数2番。 法の強制と自力救済の禁止。自力救済と言います。自力救済の禁止というところ。全部でね。1234567891011。このページ残り全部読んでみてください。 自力救済の禁止。これは、個人が実力を使う。個人が暴力を使って実現する。個人が実力。個人が暴力を使うのは禁止されると。これがいいでしょうか個人が実力。個人が暴力を使うのは禁止と。あのね、この試験、さっき言ったけど、語択の試験がメインなんです。言葉の定義って一言一句どうでもいいんですよ。だから、ざっくりのイメージでいいからね。言葉の説明をするときね、言葉の説明をするときに、一言一句書き取なくていいから。 こんな感じかなでいいから。こんな感じかなでいい。もっとちゃんと言うよ。論文だったらこれ許されないんだけどね。この試験って択一が中心なんですよ。なんで、ざっくりイメージが開けばいいの。だから、言葉の定義言った時にね、本当一言一個同じものをね、えー、書かなくていいからね。自分でこんな感じかなって分わればいいから。この自立救済というのは、個人が実力を使うのは禁止。個人が実力を使うのは禁止と。暴力を使うのは禁止と。 ま、なんでなんだろうと。うん、例えば、その、お金を貸していて、ね、お金を貸していて返さないって言うんであれば、もう強制的に、やっぱ、返さない人間何やっても返しませんから、まあ、最後強制的にやるしかないと思うんですけど、じゃあなんで、それを個人がやっちゃいけないのかと。もしやったら、こうなります。お母さん、何あそこ何何ってあそこで馬乗りになって殴ってる人がいる。あれはいいのどれあそこ本当は馬乗りになって殴ってる。大丈夫なのいいのいいのよ、たっくん。 なんでいいのたっくん、あれは金を返せなかったのうん。金を返さない人間は、ケルナグルでいいのそうなんだ返せなかったら、ケルナグルで。お母さん、あそこもあそこもそうよ。あそこもあそこもそうよ。そんな世の中は嫌です。ケルナグルが横行する。ケルナグルが横行する。そんな世の中は嫌です。 はい。っていうことから、これね、社会の秩序のため、え、こちら、ケルナグルはダメだとしてるんですが、ただね、実はね、ここよりも重要なところがあるんです。これがね、一番最後の行なんです。法律の強制と自立休暇の禁止は、表裏一体の関係にあるのです。という言葉。これどういうことかっていうと、よしここね。法律の強制。 自立給算禁止。こういう関係。法律が強制力を使うから、法律が強制力を使うから、個人は使わんでくれ。法律が強制力を使うから、個人は使わんでくれ。ここをちゃんとわかってほしい。 法律が強制力を使うから個人は使わんでくれと。法律が強制力を使うから個人は使わんでくれ。 ことはですよ。この論理がもし成り立つとしたら、こうなりませんかいきますよ。法が強制するから、個人は使わんでくれ。だったら、法が強制できない状況なら、個人が使うのはやむを得ない。法え、国家が、国家が、法律がね、国家が強制できない状況であれば、個人が使うのはやむを得ないと。 こうとも言えますよね。法律の強制、国家の強制と思っていいよ。法律の強制、国家の強制と思っていいよ。国家は強制できるから個人は使わんでくれ。だったら、国家は強制できないんだったら、個人が使ってもやむを得ないと。ああ、仕事終わった帰ろう。はい、そこの親父。はい、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 親父狩りだよ。ええー、ええー、ええー、親父狩り、親父狩り。はい、そこ手を挙げて。ちょっと待って、待て、ちょっと待って待って待ってってちょっと待って。 待たないよあの、ちょっと電話していいどこに電話するんだうん、あのー、強制的に何とかしたいんで、ちょっと今警察に電話してるもんだ。警察に電話して強制力で何とかしようと思うんだ。待ってもらえる待つかバカってった時に、待つかバカって来た時に、ドーンとやり返す。正当防衛って聞いたことはないでしょうか正当防衛。あれってまさに、 緊急事態で、緊急事態で国家の強制力が間に合わない。国家の強制力が間に合わない。だから個人の実力が許される。国家の強制力が間に合わない。国家の強制力が間に合わない。 だから個人の実力行使が許されると。正当防衛、刑法36条に規定されている内容です。正当防衛、刑法36条というものに規定されている内容です。具体的にはこういう字を書きます。正当防衛。 で、あの、現時点でこの政党防衛を教える必要はどこにもないんですが、実はここで皆さんに法律学習のね、そょ仕方をちょっと説明したかったんです。で、そのためこう説明、え、出したんですが、ちょっとね、お時間の方が1時間25分を超えてしまいましたので、これで一旦大休憩に入りたいと思います。一旦これ10分間休憩に入って、10分後にまた講義の方を再開します。じゃあ、10分の休憩に入ってください。 はい。えー、それでは、えー、後半の講義の方に参ります。えー、こ今、ブレイクスの16ページ、法の強制と自力救済の禁止の説明をしました。具体的に一番最後のところで、法の強制、国家が強制するからこそ、自力救済、個人はやんないでくれね。ってことは裏を返せば、じゃあ、国家がね、できない状況だったら、個人がやってもしょうがないよね。いわゆる正当防衛っていうのはそれなんだよ、とっていう説明をしました。で、 ここで、皆さんにちょっとお伝えしたいことがあります。法律学習のコツ。今ちょっと画面のほうに入れます。え、書いてあります。イメージを持つこと。結論より理由を重視すること。 大体いいでしょうかね。まず、一つ目、イメージを持つこと。あのー、このから法律の勉強ってなんか,なんか難しい、なんか、横文字とか横くないものをずっと頭の中でこねくり回さなきゃいけないのかなと、って思うかもしれませんが、むしろ逆で、やってる内容がどんなことやってんのかなっていうのが頭で思い浮かばないと、やった意味がありません。あ、この人今こういうことやってるんだな。で、こういうことやってる中の物語で今やってるんだな。といった何やってんのかなってイメージをちゃんと持つこと。 で、何やってるかのイメージをちゃんと持った上で中身を見ること。言葉尻だけで遊ばない。自分なりにこういうことやってるんだろうなっていうのを想像できるようにすること。で、できるようにするために私もこのねえ、皆さんの前でなんか身振り手振りをしたりとかしますので、ぜひこの辺りも参考にしてください。で、もう一つは、下の段。結論より理由。理屈と言うんですよね。理屈でもいいんですよね。結論より理由を重視すること。 えー、こんだけ情報化社会になり、インターネット等が出回っていれば、はっきり今、司法書士試験で必要な情報量なんていうのは、ネット等で知れば、いくらでも出てきます。でも、それでも、多くの方が受験士を指導校を使って、で、多くの方は受験指導校を使った人が受かってます。っていうのは、この試験って、結論がめちゃくちゃありすぎて、 一個一個押さえてたら終わらないんですよ。法律はルール。ルールには絶対ルールを作った理由があります。理由をがっちり押さえるんです。理由をがっちり押さえておくと、さっきのやつね、国家がやるから個人はやらんでくれ。国家がやるから個人はやらんでくれ。っていう理屈を押さえておけば、 だったら、国家ができなきゃ個人がやってもいいだろうと。こう、一個理屈をちゃんと掴んどくと、ごっそり行くんです。あの、私の講義の一番特徴は、ここの理屈の部分です。理屈を散々使います。で、私は結論で理屈を散々なんか繰り返したね。 ああ、同じな、まあ、同じこと何回も言ってんなと。そう,そうは思わないでください。そう何回も繰り返してるってことは絶対どっかに使うんです。結論なんかは本見で載ってます。その、この試験で必要な理屈をどんどん説明しますので、とにかく理屈のところを重視して聞いてください。でね、さっき短期の合格と長期の合格の違いという話を少ししたときにね、精度、正確性って話したじゃないですか。 あともう一個はこの理屈の部分なんです。やったことはないな。でも講義でああやってるってことは、じゃあこうなんじゃねえかなと。もう一回言いますね。これ問題見てだ。問題見て、こんなことはやった覚えないなと。でも似たような話があったのと。あれ、こういう理屈こうだったよなと。だったら、これ、こうなったらこうなんじゃねえかと。ってことをね、考え出してるんですよ。 知識の正確性もそうですし、この理屈というのが短期で受かるための必須条件なんですね。はい。ってことでね、まぁ、あ、ちょっといろいろ言いますがね、とにかく私の方があの結論じゃないね、理屈を散々わー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 言ってたら重要だって思ってください。 で、全7回で、あ、この人こういう時にわーわー言うんだなとかね、あ、これこの人強調してるんだなっていうのはね、全7回、21時間あれば、なんとなく私の性格分かってくると思います。ぜひね、その、なんか、この人は強調してるこういうとこかなっていうのはぜひ読み取ってやってください。といったところで、えー、この16、15、16かな ?15、16のテーマは、ここまでにいたします。えー、話は変えていきましょう。17ページになります。 で、17ページの方ですが、ここは、あの、バツと付けといて結構です。17ページ自体、バッテンでいいです。で、ね、ちょっとこちらの方も、あの、こちらの説明をさせてください。あの、レックの方は、こういった教材をポンと渡してくれます。これを使って講義をしてくださいと。で、レックから言われているのは、この教材を全部使いじゃないんです。レックから言われているのは、この教材を使って受からせてくれと。受からせてくれっていうのが目的なんですよ。で、その教材をどう使おうとも、これは講師に委ねられています。 で、講師は、あ、これはこの試験で基礎として重要だって思えば説明するし、いや、これ単なる学問だからいらないよと。受験単だから学問なんかいらないよと。ってで説明したい人もいます。結果的に受からせればいいので、えー、私は、えー、っとね、あの、他の、どの講師の方が、自分でこれ重要な基礎のところは説明するけど、自分にとっていらないなって思うのは説明はしません。で、私にとってこの17ページは、学問としては重要ですが、受験としてはいらないと思います。 なんで、そういったところはね、どんどん省きますので、ぜひ、このあたり、え、指示に従ってください。17ページの方は、学問では重要だけはいらないです。18ページの方に行ってください。18ページ、第2節、法の基礎知識と、と書いてあって、1、2、3とありますが、2番だけで結構です。2番だけで結構です。 ねえ、これ何かっていうとね、あのね、グループ、グループ分けなんですよ。もう区別の仕方。うん、何でか。じゃあちょっと、例えば、自分ね。あの、私っていうのを男か女かで分けると男ってグループ。イケメンかブサイクかで言うとイケメンってグループ。一人の人間もいろんなグループ分けができるんですよ。で、同じように法律もいろんなグループ分けができるんです。で、グループ分けの仕方に有名なものが1、2、3とあるんだけど、受験的には2番だけしとけいいです。あとのグループ分けはどうでもいいです。 2番、実体法と手続き法。はい、1、実体法。権利義務の変動、発生変更消滅の要件、効果について、権利内容の基準になる法。どのような条件がつながると、どのような権利変動が生じるかについて定めた法。憲法、え民法、刑法、商法、会社法。まあ、ざっくり言うと、ルールが書いてある。こういうことができる。これをしなければいけない。 これこれをしなきゃいけない。これこれをしなければいけない。ルールを決めるのが実体法。ルールを決めると思って。こういうことをしなければいけない。っていうルールを定めるのが実体法。 一方、もう一個。手続き法。権利義務の実体的な実現。手続きを定めた法。民法、刑事訴訟法、行政訴訟法。これは裁判についての法と書いてあります。ちょっとこれね、16ページ、16ページ、お願いしていい ?16 ページ。でね、先ほど16ページの図で、 ここにちょっとマークをね、ちょっと振ったんですが、この、借りたお金を返さない。借りたお金を返すべきだというのは、これ自体はね、民法という法律が決めてます。民法。実体法というのは、こういうことができる。こういうことをしなければならない。ルールを決めるのが実体法。 ルールを決めるのが実態法。でね、今このね、皆さんに覚えてもらった16ページの話は、民法のルールを破ったんですよ。民法のルールを破ったんです。で、それをどう従わせるかって話をしたんだけど、ちょっとこれ、グルーピングしてもらっていいうんとね。 2と3と4と5。あ、4と5と6。4、5、6だごめん。4、5、6だごめん。4、5、6だごめん。4、5、6。四五六までグルーピングして。2と3と4、5、6をグルーピングして。グルーピングしてもらったかな。2、3と4、5、6ね。 そうしましたら、ちょっとね、その横で構いません。今画面の方に書いてある字をね、入れてもらっていいでしょうか。2、3と4、5、6をグルーピングしてもらいました。 2と3がえっと、2と3が民事訴訟法。4、5、6が民事執行法。民法のルール破りは、民法だけで解決しないんですよ。民法のルール破りを、民事訴訟法とか、民事執行法ってもので実現してるの。民法のルール破りを、 民事訴訟法や民事執行法ってもので実現してるんです。こういった実現するルールのことを手続き法、実現するものを手続き法と言います。民法のルール破りを民法だけで解決できてない。民法のルール破りを他の法律を使って解決してると。 で民法が、えー、ルールを決めた実態法、民法がルールを決めた実態法、民事訴訟法や民事執行法が実現する手続き法、ちょっと書き終わってからにしましょうか、ちょっと待ちますね。 ちょっとこれで、ね、8ページ戻ってもらえません ?8 ページで。8ページで、この試験は午前と午後に分かれるって話をしたと思うんです。午前と午後に分かれるって言ったと思うんです。8ページね。でね、午前に載っている法律は実体法なんです。午前に載っているのが実体法なんです。 憲法、民法、刑法、会社法、商法、午前択一ってとこね、8ページ載っている。午前択一載っている法律は実態法なんです。一方、午後択一に載っているのは、午後の方に載っているのが手続き法なんです。午後載っているのが手続き法なんです。 今言うのも何なんですけどね、あの傾向からいくと、若い方の方が実体法が好きです。で、社会経験が結構豊富な方こそ、手続き法が好きです。なんかね、そんな傾向が見えます。あのね、手続き法とかになると、なんか印鑑を押したりだとか、あの書類をこう回すんだとかいう話が出てくるんです。で、お仕事、社会経験が長い方だとね、ああ、そんな感じだよね、そういう印鑑ってこういう風にやるよねとか、いうのはすごい頭に入りやすいんですけど、ちょっと若い方がね、なかなか、うそんなものなのかと。 なんかねか、なかなか分かりづらいと言われたりします。で、もっとちなみに言うと、あの、一番初めのなんか、目次ってあったじゃないですか。目次にんか丸つけてもらったのを覚えてるでしょうかね。1、2、7、8かな。1章、2章、7章、8章って丸つけてもらいましたが、これから勉強するのが民法の基本なんです。で、民法を理解するには、民法を実現するルール。 民法を実現するルールである7章、8章書いて終わりますね。これさっき書きましたね。7と8年、ね、あと2もそうなんです第2章もそうなんですよ。こういった実現するルールがわからないと民法の理解がうまくいかないんですよ。はい。といったところで、えー、今のところで18ページまでおしまいとします。19の方まで行きましょう。19。 で、19ページ、第3節条文の読み方とあります。で、条文の読み方自体は、次回以降、民法のね、条文、スマホでもいいです、コピーでもいいです、六法でも構いません。次回以降、皆さんが持ってきたタイミングで、使っていこうと思います。なんで、19から、書いておいて、十九から25までは保留。19から25までは保留。後々やってきます。 ということで、全体構造の本題にこれから入りましょう。ブレイクスルーはページ番号振ってません。26の次のページ、27。26の次のページ、27。第3編、試験科目の基礎。29ページまで飛んでいきます。第1章、民法と。えー、一番試験科目で重要な民法をこれから説明する。民法の基本を 全部で14個のテーマ、民法の基本を14個のテーマに分けて説明していきます。えー、そもそも、でも民法って何が載ってるのと。っていうと、ざっくり言うと民法っていうのは、2つのルールが載ってます。契約のルールと家族のルールです。契約のルールと家族のルールです。ちょっとくくっちゃってもらっていい目次。 目次ね、一節から十節まで食うて。一節から十節まで食うて。一節から十節まで食うて。これがね、契約のルール。一節から十節までが契約のルール。十一、十二、十三が家族のルール。十一、十二、十三が家族のルール。 あの、適用を受けない日はまずないです。あの、ご家族と、まあ、会えば、そう、民法のルールってきますし、あと、コンビニとかで何か物を買った場合も、あれは、物の売り買いの契約をしたと。物の売り買いの契約をしたってい扱いなんです。ね、ほぼ毎日のように適用を受けるルール。ほぼ毎日のように受け適用を受けるルール。これが、民法と思っていただいて、 構いませんではまずその1個目のテーマ第1節「契約」ってところからいきましょうページの方は30ページの方にいってください え、はじめに、複数の当事者が、ある法的な権利を発生させることに合意することを契約と言います。例えば、売買契約を例にします。図表っていうのがあります。2個ありますが、先に下の方の図表を使わせてください。<coughs> 売買契約の成立と、売買契約の効果。これをこれから説明します。で、ちょっと中身に入る前に手庭派の部分なんですが、お付き合いください。 あのここにこういう字がないでしょうか。あのこれがよく法律が使う「仮名仮名法律が使う「名あのかなくていいからね。なんかニュースかなんかじゃありません なんか、根元をよく知る A さん。あいつはね、絶対いつかやると思いましたよやっぱりやりましたからあの野郎という <laughs> 感じで、あの、A さん、B さん、C さんって言葉を使おうと思うんですが、実はね、法律でも ABC って言葉を使うんですが、その ABC 以外にもね、こういった、こう、おつって字をよく使うんです。こう、おつ。で、こういうのが来たら、この ABC みたいな感じで聞いてください。ABC みたいな感じで。はい。あともう一つ、ちょっとこれは申し訳ないんですけど、 あのこの平行四辺形があったらあの土地だと思っていただけると助かります土地だと思っていただけると助かりますあの土地をこれ以上リアルに書くのはちょっと無理があるのであの許してくださいこれ土地,だと土地で勘弁してください2つのことを説明します色つけなくていいからね 一つは、どうすれば売買契約が成立するかと。という話を、ここで説明します。そして、で、もう一個。売買契約が生まれたら、どんなことが起きるのかと。売買契約が成立したら、どんなことが起きるのかと。っていうのを、 ここで説明します。どうすれば売買契約になって、で、売買契約になったらどうなるのとっていうのを分けて説明します。じゃあ、まずは冒頭、上の部分ね。どうすれば売買契約になるのとっていうことをこれから説明しようと思います。でもしよければ、こちらの方を見ててください。よいしょ。こうです。 ああ、私、こうと言いましたね、あの、土地をね、ちょっと余らせてるんですよ。あの土地、と、駅前の土地な使う気はないんですよね。で、使う気はないから、売りたいんですよね。で、売るって言っても、金がない人には売りたくありません。まあ、聞いたんですよ、地元でね。なんかオツ、おあのー、まあ、公務員のオツが、なんか、土地を買いたがってると。まあ、あれだったらいいですよね。あのー、もう、有望だから、あれだったら、取りっぱがないでしょ。えー、ぜひ、売りたいと思ってます。ああ、私、あつもツと言います。あの、マイホームのための土地を探してるんです。いいのはなかなかないんですが、一個、駅前の土地が余ってるってのを知ったんですよ。 で、あの、うさんって方が持ってるのを聞いてて、あの土地がぜひ欲しいと思ってるんです。もう恋愛デーバばは完全に相思相愛です。え、相思相愛ですが、この二人どうすればお付き合いお付き合い関係ないかえっと、えっと、お付き合いだったら、どうすればお付き合いって始まるかって言ったら、何もなくお付き合いは始まりません。どっちかから、好きです、付き合ってください。はい、いいですと。こんな感じですよね。ここもそんな変わんないんです。 自分のやつの図を見て。申し込み承諾ってやつを見てほしい。自分のやつでよ。まずどっちかが申し込みをします。これをこの値段で買いませんかと。これをこの値段で買いませんかと。申し込む。話を持ちかけるぐらいでいいよ。申し込み。話を持ちかけるぐらいのイメージでいいよ。一方、承諾。 これもう読んで字のごとく。OK ね。話を持ちかける。一方、OK を出す。話を持ちかける。OK を出す。で、その真ん中のところにね、ガッチ。ガッチという字がないでしょ。うかガッチ。定義すごい難しいです。ざっくりで構いません。定義難しいんで、ざっくりで構いません。条件面がぴったりと合う。 条件面がぴったりと合う。同じことやりましょう。行きましょう。わあ、オツ君、君聞いてるよ。なんかマイホームの土地が欲しいんだって、僕の土地なんかどうだいすごい考えたんです。そうだろ、そうだろ。7800万どうだ ?6300 万ならいいです。いやいやいや、話なんだ、話なんだ。7600万。6300万。わかった。わかった。7000万。 6350。6500!6450! もう分かったおじさんの負けだ !6450! これ、初めのうち全然合致しないって分かりました初め合致しませんけど、最後の最後で段で折り合いつきましたよねこんなように、条件面がぴったり合う。これが合致っ,ってイメージです。条件面がぴったり合うと。これが合致っ,って意味です。 で、売買契約は、合致で、そのてみて、合致の時点で成立です。売買契約は、合致の時点で成立です。 でちょっと下の横の方に余白ないでしょうかねちょっと今画面の方に出しますのでその画面の方ちょっと書いてもらっていいでしょうかこの部分で結構ですこの部分ちょっと書いてもらっていいでしょうか えっと、話を持ちかける、OK がある、契約書を作る、そして金払うと。どの時点で契約が成立と言ってるんでしょうこれは話持ちかけて OK の時点なんです。ある意味これ口約束と言ってみましょうか。口約束と。実はもっと言うね。もっと言うと、 ここ、必須条件じゃないんです。契約書、必須条件ではないんです。契約書自体は必須条件ではないんです。契約書は必須条件ではないんです。あの、これ下の方に関数字2番で、濁成契約。 学生意見役って字があります。こちら、このページ残り全部読んでみてください。 あの先ほどのコンビニでジュースを買うでも売買の契約だって言ったんですよ。やったことありますかね、あのお茶を買うときに、あお茶ですね、じゃあ、こちらの方に署名捺井お願いします、わかりました、でこちらの方に印紙貼ってください、なんでこんなことするんだろうと、いや、ないと思う、いや、ない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 、ほとんどね、これ、口約束だけで物を売り買いにしてるんですよ。ただ 金額が高額だと、後々揉めちゃうんです。あの、言った言わないとかね。金額をどうしたとかで、言った言わないで揉めちゃうから、金額が高くなればなるほど、お互いが書面化することが多いんです。ただ、民法では書面化することは条件にしていません。書面化は条件にしていません。 本当に証拠のためって思って、ね、契約書を作ってるのは証拠のためと高額,な場合に高額な場合に揉めたくないから証拠で作っていると高額なもの揉めたくないから証拠で作っていると。 ありがとうございます。で、あの、今見ている、この関数2番のタイトルをちょっと見てほしいんです。惑星契約って書いてますね。これ、惑星の惑というのは、承諾の惑なんです。承諾の惑。承諾で成立のせい。承諾で成立する契約。承諾で成立する契約。 承諾で成立する契約ってことで、諾成契約って呼んでるんです。 でね、実はこの学生契約っていうのがグループ名なんですよ。えっとね、右のページ、31ページにワンポイント。31ページにワンポイントという字がないでしょうか。学生契約と養物契約。ちょっと中身読んでみて、この四角枠4行。 まず、ね、大雑把に言うよ。大雑把に言うと、大雑把に言うとね、契約っていうのは、ここで成立するのが一般的なんだけど、え、ものによっては、画面の方ね、ここまで行って、やっと成立。ここまで行って、やっと成立っていう場合があるんです。でね、用物契約って違うでしょ。 この用っていうのは必要の用。物必要。物必要。というところから用物って言ったりします。で、あの皆さんが契約って言った場合は、うんとね、9割以上学生契約って思って。9割以上は学生契約って思って。もっと言うとね、私が これは洋物だよ、洋物契約だよってことを言わない限りは、学生契約って思っていいです。洋物契約だよってことを言わない限りは、学生契約って思っていいです。 でね、このね、1個、用物契約の典型例があるので、ちょっとこれ画面の方にも出しますので、ちょっとこの字を入れて、この字をね、書いちゃってください。用物契約の例。この字。ちょっともう少しアップした方がいい。ちょっと長いんですが、ちょっとこの字で書いてください。用物契約の例。 私もこれ初見で見たときにねもうはや中国語と思いました一体これ何なんだろうとでこれ私答え言う前に想像してもらおういくよここねお金なんだよお金を貸してるってわかるこれ借金の契約のこと言います借金の契約のことを 金銭消費対借契約って言うんです。借金の契約のことを金銭消費対借契約って言うんです。なんでこういう字を使うかについては後に説明します。はい。で、この借金契約については、借金契約の方については、こちらね、先ほどの図に合わせると、 借金客の場合ね。この図に合わせるとね。えっと、いくよ。金を貸してください。100万貸してください。いいですよ。はい、これ100万ね、と。お金渡してやっと成立。お金渡してやっと成立。借金の場合は、お金渡してやっと成立、と。結論まずいいかな。お金渡して成立、と。 ってことで、ちょっとまだ長くて申し訳ない。理屈があるので、ちょっとこれ画面の方の理屈を書いてってもらっていいでしょうか。なんで用物契約、物を渡すようになっているのか。理屈とその発展まで入れましたので、ちょっとお時間取りますが、書いててください。 えっとね、先に言っときます。あの、全体構造7回のうちは、結構皆さんにね、画面を見て書いてもらうことが多くなります。というのが、学習初期段階は、やはり手で書いた方が頭にね、あの、勉強もしやすいだろうということで、学習初期段階は皆さんに書いてもらいます。ただ、頭のようになった時にね、この画面の方を書いてください。なんていうような、こんなことはね、だんだんなくなってきます。ほんは、初めのうちはね、ちょっと皆さんの学習が、うん、スムーズにいくように書いてもらってると思いますので、ちょっとそのお付き合いの方だけお願いします。 まだもうちょっと待ちますがあの特に生クラスの方あの結構あの7回結構書くことが多くなりますのであの画面が短いで構いません画面が見やすいところどん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 場所を変えちゃってください別に固定席じゃありませんので見やすいところに変えちゃってくださいよしじゃあちょっとこれ画面の方は残しながら説明しましょうなんで仏が必要にしたかっていうと うん、じゃあ金貸してよ。うん、貸す、貸す。って言ってね、トラブルになりやすいんです。いや、俺そんなこと言ったっけみたいな感じで。後々やってね、俺そんなこと言った覚えねえなとか言ってね,ね、トラブルになりやすかったらしいんですよ。で、本気で貸す。本気で貸すつもりがあるなんだったら、渡すだろうと。本気で貸すつもりがあるのは渡してるはずだと。いうことで、渡したところで貸す意思がある。渡したところで貸す意思があるっていうことを明確にしたんですね。 で、実はこれが、平成28年までの民法だったんです。平成29年に民法が思いっきり変わりまして、その民法が変わった時に、こういう出来立てたんです。いや、仮水紙を明確にするって言うんだったら、だったら、契約書作ってればもうそれわかるんじゃないと。口約束じゃなくて、口約束じゃなくて、紙作ってれば、仮水紙とか借りるしって明確じゃないと。伝えるかな あの、紙をわざわざ作って、署名、夏印まですると。で、そこまでやっといて、うん、俺そんなこと言っとっけなんていうことは、普通ないだろうと。いうことで、民法、えっと、29年の改正で、今までは、絶対金渡すが必須条件だったのが、契約書を作っていれば、渡さなくても成立と。契約書を作っていれば、渡さなくても成立っていうふうに変わったんです。 元々は、かす意思があるかどうかを明確にするため、かすきがあるなら渡すよね、と。だったら、元々契約書まで作ってハンコまで押してるんだったら、かす意思もわかるやんと。そこでもう十分じゃないのと。ってなって、あ、もうじゃあそれは渡さなくてもいいですよ、っていうふうにしたんですね。先ほどの話ありませんが、これを一個一個覚えると、 単発の知識は2つになっちゃうんですでも理屈から持ってくればなんとなくつながってくるんですよ。本当法律の勉強ってのはこんな感じで理屈を本当につなげていく、理屈をつなげて集まり残していくっていう学習だと思ってください。はい。ということでじゃあ次の話に行くと思ったんですが、ちょっとまた雑談を。 雑談が多いかもしれませんが、えっとね、この字。あの、この字だ。この字。え、この字、私、こう読んでるんですよ。仏って。 これ、一般的にこれ、物って言わない。物。っていうのはね、実はね、物って呼んじゃうと、これと区別かなくなっちゃうんです。物って言っちゃうと。だからね、あの、法律の場合は、左は物、右は物。二つ物って呼んじゃうと、物ってのは、どっちが立ちたかわかんなくなっちゃうね。左は物、右は物。 って呼んだりするんだね。なんで、まあ今、何年か前かな、あの、まあ、某あのま某あのファーストフード店に行った時にね、なんか後ろの方で、ブツの引き渡しるぞってるの、あ、ブツはね、コーヒー渡すんですね本当、ブツ大丈夫、ブツ持ってくるの、ブツは絶対持ってくるそうですっていうことを言ってるんですよ、いや、もうちょっと一瞬びっくりしましたよ、でブツの引き渡しはどうしたとかね、ブツは持ってくるんだなと、一瞬びっくりして、後ろ見たら、あっ、法律関係者だった。 って思ってよかったんですけどね。なんか、そこだけ聞いたらなんかやばいものみたいに聞こえるんですよね。なんで、なんかこの仏って呼んでるのはこの法律社会ぐらいなのかなとつくづく思うところです。やめよう。ってことで、えっと話は今のところでどうすれば契約が成立するか、どうすれば契約が成立するかっていうのはここまでにしましょう。では、左のページ、30ページの方に戻ってやってください。 今度は、売買契約が成立したら何が起きるか。売買契約が成立したら何が起きるかを説明します。で、またちょっと画面の方を見ながら行きましょうか。よいしょ。で、まずこの図を説明します。ここ。ここ。いけるかなこうね。よいしょ。でね。 これ、こう読みます。い,いよ。売り主は、買い主に、代金債権を持つ。売り主は、買い主に、代金債権を持つ。債権って言います。債権。売り主は、買い主に、代金債権を持つ。 でね、この債権っていうのは、この債権っていうのは、あ、ごめん、ちょっと汚いな、汚い。ごめんなさい。債権っていうのは、請求する権利のこと、請求する権利のことを言います。 請求する権利。ちょっとまだ硬いよ。請求する権利が硬いよ。でね、もっと言うね、債権、一応請求する権利ってあったんだけど、一回書くと書けるよ。あのね、これから、 債権の矢印があったら、債権の矢印があったら、もうイメージこう思って。何々しろ。何々しろ。何々。まあ本当はたと言えば何々してくださいのがいいのかな。何々してくださいのがいいのかな。つまりここで言うとね、ここで言うと、 代金を支払え。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 今から言うけどメモないね。つまりこれで表すと、売り主は、表すと、売り主は、買い主に、 代金を払えと言えると。当たり前だね。売った方は買った方に金を払えと言える。当たり前のこと言ってるのね。でも当たり前のことだけどこれからこれを法律用語へ使ってくるから慣れて、慣れてほしいんだ。金を払えと言えるのを売り主は買い主に代金債権を持つっていうふうに言うのね。で、ちょっともう一個練習させて。この債権っていうのは 何々しろってイメージね。じゃあ、これはどういう意味だと思ういくよ。この下の図、引き渡し。これどういう意味だと思うか考えてみて。なおかつ結論は、当たり前のことを難しく言って、当たり前のことを難しく言っていだけだからね。いくよ。飼い主は、 売り主に引き渡し債権を持つ。買った方は、売った方に引き渡せと請求できる。買った方は、売った方に引き渡せと請求できる。買った方は、売った方に引き渡せと請求できる。そういう意味なのね。 ってことで、ここだけ聞くと、本当に当たり、あの、当たり前のことを難しく言っている。当たり前のことを難しい言葉で置き換えているってことね。当たり前のことを難しい言葉で置き換えているってことね。ってことで、この債権のイメージがあったら、何々しろっていうイメージをちゃんと持って。矢印の持っている方から、矢印の先に何々しろってイメージね。何々しろってイメージね。 でねこの「債権」っていう字これはこう書いてもいいんですこの「債権」って字ですがちょっと書き直しますごめんなさい「債務」って 置き換えても構いません債務代金の方も同じ債務って書いても間違いじゃありませんこうね債権って書いてあるのを債務って書いても間違いではありませんでこれこう読みますいくよ 売り主は、あ、ごめん、言うな。売り主は、買い主に、引き渡し債務を負う。売り主は、買い主に、引き渡し債務を負う。この債務というのは、債務というのは、応じる義務っていうニュアンス。応じる義務っていうニュアンスです。 もう本当に義務でもいいんですけどね。はい。で、これっていうのは言ってしまうとね。 これ、売り主は買い主に引き渡しに応じる義務がありますよと。売った方は買った方に引き渡す義務がありますよと。売った方は買った方に引き渡す義務がありますよと。いや、だからこれもさっきから言ったように当たり前のことを難しく言ってるわけで、ね。じゃあ、同じように、 この代金について、債務と置き換えてせ、いや、説明してみて。代金ってやつをね、今、債権ね。債権で左から説明したでしょ債務に置き換えて、右から説明してみて。 はい。やっていきますと。買い主は売り主に代金債務を負う。買った方は売った方に払う義務があるよと。代金を払う義務があるよと。分かってきたでしょうかあの、この債権債務っていうのは、一本の矢印をどっちから見たか。どっち 力見たかの見方の違いに過ぎないんですよ。見方の違いに過ぎないんです。もう分かった方ね、無理に見なくていいですよ。ちょっとまだ切って方見ててね。こちらの方を、よし例えば大金の矢印を、矢印を持ってる側から見れば、これは債権矢印を持つ方から見れば、債権。権利のこと思ったのね。一方、 矢印が刺さった方から見ると、矢印が刺さった方から見れば、それは義務。あの、法律の話で、ね、結構多いのは、あの、片方に権利を認めると、片方に義務を課すんです。もう一回言うとね、こういうことできるよ。やったぜでも応じなくていいからね。やったぜいや、待て待て待てあの、できるよって言っておいて、応じなくていいよって言ったらね、やった意味は、決めた意味はなくなるわ。 なんで、片方に権利を認めると、片方に義務を課すって傾向があります。片方に権利を認めると、片方に義務を課すっていう傾向があります。 一本の矢印をどっちから認めた、えー、どっちから見たかの見方に過ぎない。この一本の矢印を持ってる方から見れば、債権、請求する権利。一本の矢印を持ってる方から見れば、債権、請求する権利。一本の矢印を刺さっている方から見れば、刺さっている方から見れば、債務、応じる義務、応じる義務。 ちょっと繰り返しておきますね。一本の矢印をどっちから見たかの見方の違いに過ぎません。持ってる方から見れば、債権で請求する、何々しろと、と言える、言える権利を言います。一方、刺さってる方から見ると、刺さってる方から見ると、これは債務、応じる義務。で、法律は、片方に権利を認めると、もう片方に義務を課す。 片方にこういうのはできるよって言っておくと、もう片方には応じるんだぞと、っていうふうに決めるんだと。ってことで、こでちょっとね、前半にやったことをつなげて説明しますんで、聞き流すだけで結構です。代金の矢印を刺さってる方から見れば義務でいいね。つまり、買い主は売り主に 代金を払わなきゃいけない。買い主は売り主に代金を払わなければいけない。これって、道徳じゃなくて法律ね。道徳じゃなくて法律ね。法律ってことは従わなかったら、法律ってことは従わなかったら、強制力が待ってるってことね。強制力が待ってるってことだね。お金を払う義務、従わないと強制力が待ってますよと。 とといったところで、ちょっと1時間ぐらい軽くきましたので、ちょっと毛伸び等をして、あと20分ちょっといきましょうか。いや、本当にもう、本当にもう,うまくね、毛伸びをしてくださいね <laughs>、あのー。3時間ね、人の話を聞くっていうのは、普通ないです。黙ってね、人の話を3時間聞くなんてね、めったにないことですからね、相当きつかれると思います、初めのうちは。 なので本当にいい感じでリフレッシュを、ね、どんどんしてください、本当にかつていろんな方がいましたあの靴を脱いで素端でベタっと座ってるとでなんか新聞紙かな,かなんか置いて、ね、なんかそのくつろいでいる方もいればなんかホテルのスリッパを履いている方もいたりとかあの一番すごかった方が、ね、あのなんか午後,の,休憩午後の,この10分のところでな、ね、なんかかんかかわいですね、じゃあちょっと休んでくださいって言ったらなんか1人だけ横に行ってなんかスクワットを始めるんですよね。 な、本人的にはそれはね、リフレッシュなんですけど、周りから見ると、この人は何やってんだろうと、って思ったんですけど、最後の方は日常的なんですよね。もう、いや、20分の朝、1時間後期にね、スくワっトをし始めてるけど、誰も何とも思わないと。本当にね、あの、人の迷惑にならないレベルであれば、本当に何やっても構いませんので、あの、ぜひリフレッシュをしてください。よし。では、最後に行きましょう。じゃあね、最後は、えっと、また画面の方で言うと、ここの話になります。よいしょ。 これ、所有権と言います。所有権。で、大雑把に言うと、自分のものと言える権利を言います。自分のものだと言える権利です。 でね、自分のもアと言える権なんだけど、これ具体的に何ができるかまでちょっとしとこう。具体的に何ができるかまで。えっとね、ちょっとで、あの、ページ番号書いておいて。59ページ、59ページと振ってもらって、59ページの図を見てくれるかな はい。で、59ページに、こういった図があると思います。こういった図書かれてね。59ページの方ね。自分のものだと言える。何ができるのっていうと、3つあります。で、これぜひ、常識のマークを入れておいてください。常識のマークを入れておいてください。3つのこと。使用を、 収益処分。使用、収益処分。ちょっとそれぞれの中身読んでみて。 はい。で、これは、まずえ、自分のものと言える状態は、使えるよ。そして、貸せるよ。売ったり、捨てたりできるよと。自分のものっていうのは、まさにこういうことができることなのね。いけないでしょうか。では、前、まあ、先ほどのページの方に戻りましょうか。えっと、20、えー、こちらの方、先ほど3ページか、30ページの方に戻ってください。 で、こう、今、自分のものだと言える権利、売る主、買い主、はじめどっちか持ってます。もちろん売る方ですよね。売った方が自分のものだっていう、言えたんですよ。それどうなってるか、買ったらどうなるか、これ、右の方に映ってませんか買ったら、買った側の方に、この所有権というものが映るんです。 買った側の方に所有権ってものが移るんです。だから、買った側が俺のものだと、買った側が俺のものだって言えるようになります。買った側が俺のものだと言えるようになります。でね、あの、法律の世界ってなぜかわからないんだけどね、漢字が大好きなんです。で、漢字が大好きでね、むしろ、この字がない方がむしろ多い。 漢字が大好きで、所有権移るでいいんだよ、本当は。所有権移るでもいいんだけど、所有権移転っていうことが多いんです。所有権移転っていうことが多いんです。この所有権が移る様のことを、所有権移転と言います。 ということで、こちらの方で、売買契約が成立するための要件と、売買契約が成立したら何が起きるかというのは、ここまでにいたします。で、この図自体も、常識のマークを入れて、ぜひ、隠して宣言する。隠して宣言できるようにしてください。だから本日は3つね、常識にする箇所が3つだからね。 ちょっと今軽くやってみて、この部分。 はい。そして上の方にね、今言ったのを文章化したものがあります。上の図表。図表なのかな文章だけど。売り主、コート、買い主、オチが土地の売買契約をする場合と書いてあって文章が1、2、3、4、5、6、7、8、9、9行あります。最後、青文字で、丸1、丸2と載っているところ。ここまで通読してみてください。 はい。えー、それぐらいにしましょうかね。で、えっと、本日は、進行はここで止めたいと思います。で、本日は31ページの関数字3の前まで、3、本日は31ページの関数字3の前まで、法律要件、法律効果と、その、次回はね、この関数字3から次回入っていきます。で、ちょっと残った時間でちょっと説明したいのは、これ、今後の復習の仕方について説明したいんです。 えー、復習の仕方の方をちょっとね、こちらの方に書かせていただきました。ちょっとね、あのお手をあ、えー、使って申し訳ないんですけど、軽くメモで構いませんので、どっかにメモってみてください。 えっと、本日は15ページから、本題は15ページからなのね、15ページからで結構です。15ページから、私がね、読んでる、読んでない関係なく、えっと、えっと、進んだペ進んだところをどんどん読んでください。15からね。例えばあの、15ページのあたりだと私、文章を何も読んでないと思うんですよ。15ページなんで文章を一つも読んでないと思うんですが、あの、文章を読んでても読んでなくてもね、15ページからどんどん文章を読んでてください。 ただもちろん、あの、17ページみたいに、バッテンでいいよと、やんなくていいよっての言わなくていいですよ。で、文章を読みながら、例えば16ページのこで図表があって常識にしてくださいねってところが来たら、そこはもう隠して宣言する。常識ってのがあったら、隠して宣言する。常識があれば、隠して宣言するっていう作業をしてってください。で、それをやっていいのは、今日と明日。明日と明後日もいいけどね。今日と明日。でやってください。 で、その勉強時間は、こちら。いないね。3時間以内。で、しかも、あの、今日に至っては分量が少ないので、2。今日に至っては分量が少ないので、2。次回から3。あのね、復習を多くかければいい、じゃないんです。 これから、極論言うと、月水金、6時間ずつ講義を受けます。ただ、1回の講義の復習に6時間かけたら終わりません。1回の講義の復習でかけているのは、どうやってかけても3時間が限界です。あの、全体構造7回で、3時間以内で収める訓練をしてほしいんです。やればやるほどいいじゃなくて、むしろ逆。どんだけ短く収めるか、どんだけ短く収めるか、これが重要と思ってください。 短く収める方を意識してください。やればやるほどでない。ダメなのは本当に今時間があるからのんびりのんびりやってしまって、もう一回の3時間の講義の復習に9時間とか、10時間とかかけちゃう。う絶対ダメ。今はいいんだけど、今はいいんだけど、え、えっと、週6時間になった時に、月水金で1日6時間になったらもうやってらんなくなっちゃうんですよ。後でできない勉強は絶対今やっちゃダメです。なので、 今日と明日で2時間で収めてください。一番の、まあ、一番重要なミッションかもしれません。そして、ね、ちょっとこれで、絶対やってほしくない勉強を言います。絶対やってほしくない勉強は、ノートでまとめる作業です。ノートでまとめる作業は、 絶対にやんないでください。あのー、これ、今日やったことをね、なんか一個でノートを作って、で、そこにね、自分なりにまとめていくっていう作業。ねその作業は、やると気持ちいいです。やると気持ちいいんですが、ただね、これ一日6時間になったら、これやりきれません。やりきれません。間違いありません。やりきれません。で、後でやれない勉強なんてやっても無駄です。 で、逆にね、あ、あのん時できたの、今できないやーって言うとね、もうショックを受けちゃうんですよ。ノートを作るっていう勉強はね、超直前期になったらやってもいいんだけど、現時点では絶対ダメ。多分ね、作ったら作ったら多分ね、ブレークする、書き写すだけなんですよ。ほとんど意味ありません。で、また、これとほぼ同じなんだけど、 書いて覚える勉強。ちょっと先にノートにまとめる先言うの忘れた。えっとね、これからの講義の,、ね、これからの,講義の情報は、できるだけ、本当に、ね、もうどうしてもってなったら別だけど、できるだけね、このブレイクするなに全部収めてください。ブレイクするとは全く別媒体に書かずにね、もうどんどんこの紙に落として,てください。 で、どうしてもちょっと別の紙に書きたいって言った場合には別の紙に書いてもいいんだけど、その書いたものをどんどんこれに貼り付けてください。この横に。ブレイクスルーだけ見れば終わりにしてほしいんです。なんで、どんどんブレイクスルーの方にどんどん書き込んでいってください。で、その上で、今度はね、復習で書いて覚えるのは絶対やめてください。あのね、やりたくなる気持ちわかるんですよ。新しい言葉が出た。こう書く。で、書いた方が頭使ってる感がするんです。 頭使ってる感がするし、で、いたは記憶に繋がりやすいっていうね、説明もあるんですよ。で、それはわかるんだけど、費用対効果が悪いんだ。書くっていうのが。で、何度も言うんだけど、1日3時間の勉強だったら、1回の子は3時間であればできるんです。6時間になったらね、多分専門用を書くだけで3年ですよ。なんで、書くのは、で、書かないで頭に残るような訓練をやってほしいの。 全体構造7回で書かないでも頭に残る訓練をしてください。だから一枚やば見る。見て隠して宣言する。見て隠して宣言するのが一番。でね、どうしても書きたいと。って思った場合は、じゃあ分かった。書くのはやめてくれ。喋ってくれ。あのね、書くのがなんでいいかっていうとね、 あのね、書こうとするときに、書くって指令を頭から、あの、ね、まず読んだことで一回頭に入る。で、書こうとしたときに、書くって指令をもう一回頭から出すんです。二回出すからこそ、書くっていうのが頭に残りやすいって言われてるんです。だったら、口で出すのも同じなんですよ。まず見たことで頭に入って、喋ろうとするときにその頭に、考えてもう一回喋るんです。喋っても同じコーナーは得られます。そして喋った方がはるかに早いです。 むしろ喋ってください、その部分。ちなみにね、これはおすすめはしませんが、効き目があるのを一つ言うとね、あの私はね、その時の講師の方に言われてやったのがね、あのね1回の講義のことにね、説明したんですよ。1個人形置いてね、1個人形置いて、いいかい、うさくん、うさくん、バイバイってどうやって成立が分かる申し込む。これね、話を申し掛けるの。 で、オッケーが出る。で、合致するっていうんだけど、合致っていうのは、うんとね、ぴったり合うことなの。で、ぴったり合うってどういうことかっていうとね、あの、これ100万円、200万合ってないのね。100万円、100万合ってないのね。で、うさ君これで成立なんだよ。うさ君契約ってね、書面いらないんだよ、うさ君とあのね、人に説明するっていうのは、そんだけ理解しないとできないんですよ。で、これが一番効き目があるんです。ただね、結構時間取られます、これも。 ただどうしてもこれ頭に残んないなーって時だけね、人に説明するとか、いうのはありだと思います。ただ本当にくどいんだけど、手で書くのは絶対やめてください。本当に時間でかかっちゃうだけなんだよで。で、なるとね、おそらく、あの、特にこの、全体行動の時って、おそらくほとんどの方が一週間に一回だけの講義なので、あの、結構時間が余ります。相当余ります。なので、皆さんには、 ぜひ、今のタイミングで、今の時期で、司法書士になりたい動機づけをしっかり持ってほしいんです。この試験勉強って言ってしまえば、やることをちゃんとやってれば受かります。ただね、やる作業が毎回大体似てくるんです。ぶっちゃけましょう。飽きます飽きます あのね、難しくてやめるっていうよりも、分量が多いっていうのと、飽きてやめるんです。じゃあなんで飽きちゃうかっていうと、はっきり言えば、はじめのモチベーションなんですよ。はじめなんで自分が使用処置になりたいかと。で、このモチベーションが、意識づけが弱い方からこそや、やめ、弱い方からね、順々にやめちゃいます。でね、あのー、 やっぱり、多分この試験勉強を受けようと思って、多分皆さんはお金を出してると思うんです多分お金出した時点で、多分高い意識はあるはずなんですそで、なんで高い意識があったかを、今のうち、なんかね、紙かなんかにしておいてほしい。自分はこうこう、こういう方向に行きたいんだと。ってことで、ね、紙にするなり、例えば、あのー、自分がなんか、なんか、SNS とかなんかやってんだったら、そこにだと、黒歴史になるかもしれないけど、ど書き込むとかね。 いうことをして、動機づけをはっきりしといてほしい。やっぱね、動機づけが強い人っていうのは受かります。あのー、毎年こう、一発合格の方と対談をするんですが、その対談の時にね、司法書士を目指したきっかけを教えてくださいっていうと、饒舌です。皆さん。あの、一個一個のね、あの、こういう勉強どうでしたかとかね、一個一個のね、説明をすると、なんかしどるものになるんですよ。でもね、なんで司法書士目指しましたかってとこはみんな饒舌に話すんですよ。 だみんなそこのところの意識づけって強いんだなっていうのはつくづく思うところです。はい。ですので、動機づけの方をしっかりやってください。え次画面出しますが、ここはもう見るぐらいで構いません。えっと、最後に質問制度について。 えっと、講義後であれば生クラスの方、私まだ教室の方にいますので、あの、ぜひこちらの方に問いかけてください。これどういった意味なんですかとか、いうのはぜひ言ってください。で、私は一回も言ったことないことを言います。そんなこともわからんのか言ったことは一回もありません。聞いてなかったのか言ったことも一回もありません。ですので、本当に気兼ねなく聞いてください。逆に、ちょっとしたね、疑問点が、ずっと残していく方が、当たってそれが大きくなっちゃいます。 ちっちゃい疑問点が後々大きくなっちゃいますので、あの、ぜひ、ちょっと思った疑問は聞いてください。だときにね、あ、それ試験に関係ないから考えなくていいよって言ったりしますので、ぜひ、変に悩むんだったら聞いてください。また、同時配信クラス、ズームクラスの方、こちらの方も20分後から質問できるようにしています。えっと、まずズームクラスの方、同時配信クラスの方、20分経過した後に、あの、本校の方に、 本校の方に渋谷駅前本校の根本と電話したいんで、つなげてほしいって言っていただければ、つなげられるようになってます。また、ご自宅でズームで聞かれている方、ズームで聞かれてる方、20分後ぐらいのところで渋谷駅前本校に電話してください。根本講師に質問があると言えば、私の方は対応いたします。あと講義前、講義前。え、講義前。私、結構、ちょっと前にね、教室に入ってますので、声をかけてください。 前回の質問、前回のことでここ、こわかんないけどどういう意味なんですかというのは聞いてください。で、また、丸三番、インターネットフォロー、教えてチューターって制度を作ってます。で、あの、通信の方、通信受講されている方はこの丸三だけになります。通信の方、丸一丸二は、え、こちらの方は使えません。丸一丸二の方は使えません。申し訳ございません。通信の方の方は丸三。そして、通学の方でも直接質問すると食われてしまうと。と思って、質問しにくい方は、あの、ぜひこの丸三を使ってください。 えっと、インターネットフォローというもので、まあ、ある意味、あの、質問メールみたいにできます。質問メールみたいな形で、私の方に直接飛んできます。で、それに対して私は答えています。で、あの、だいたい、当日か、遅くても翌日に返します。で、でこんな指導も、えー、ぜひ使ってください。 といったところでこれぐらいにいたしましょうか。ということで、えっと、本日の方は繰り返してますが、本日は復習自体は15ページから始めてもらって、復習は15ページから始めていただいて、31ページまで、31ページまでお願いします。また、えっと、次回はこちらのブレイクスルーテキストと何らかの方法でいいので6本を、 え、スマホでも、え、プリントアウトでも何でもいいね。何らかの方法で、六歩の方を持参してください。あの、冒頭からちょっと条文の方を引きますので、六歩の方の持参の方をお願いいたします。ということで、ちょっと初回なので、ここまでいたしましょうか。え、以上で、初回の方をお待しまいしましょう。え、こちらの方、前あと184回、あと184回、よろしくお願いします。本日の講義の方は以上です。お疲れ様でした。